仲間は、三島幸男の小編小説。怪談系、ホラー系の幻想小説で、三島が珍しく、無造作な文体で書き流している、異色作である。大きな、片着のきの古い街灯を身にまとい、霧深いロンドンの街を、気に入った家を探してさまよう奇妙な節が、ある日であった、あの人の住む家で、仲間になる物語。様々な解釈を誘発する不思議な、 幻想的作風で、商品ながらもこの作品を高く評価し、偏愛を示す作家や文芸評論家も少なくない。1966年、文芸雑誌、群像1月号に掲載され、1967年3月6日に、中央公論社より観光の作品集、荒野より、に収録された。その他、中高文庫より1975年1月10日に、 観光の文庫版、荒野よりや、多くの回帰系アンソロジーに収録されている。霧深い夜のロンドンの街を、古い街灯を着た不死が歩いている。お父さんは、僕の手を引きながら、気に入った家を夜な夜な探している。お父さんの小型のような、僕は、子供なのにタバコを吸っているため、おまわりさんにとがめられるが、タバコの形をしたズダの薬だと、お父さんは嘘をつく。 ある晩、お父さんと、僕は、少し酔っている、あの人に、道で出会った。こんな風にタバコを吸う子供をずっと探していたと、青白い、あの人は言い,い、不死を絶賛して、自分の家に二人を招いた。カビ臭いその家をお二人は大変気に入り、たくさんの本がある書棚や、骨董物の家具、キラキラと暗い中でも光る、東洋風の壁掛け織物などを見回した。そこは、 お父さんが探していた大好きなものだらけだった。あの人はお父さんに酒、僕に薪きたばを振る舞い、ぜひまた来てくれと言ったので、あの人が旅行に行くまでの1ヶ月間、二人は何度も深夜訪問した。お父さんは心底、あの人とその家を置きに、いり、僕の手を引きながら、あの人の名前を出し、その話題で霧の中を歩いた。あの人が旅に出ている2ヶ月間、 待ち同士さんに耐えかねたお父さんは僕を連れてあの人の帰ってくる晩鍵のかかったあの人の家のドアに入っていった二人ははしゃぎ回り自由自在に部屋の中を移動し僕は壁掛けやタンスの中の服を片っ端からタバコにして飲んでしまい半透明のお父さんはあの人の寝室のベッドに花瓶の水をこぼして濡らしもうあの人も眠ることはないと言った やがて窓の外から靴をとがし、カバンを下げて帰ってくる、あの人の姿が見えた。喜びにあふれた、お父さんは、僕の耳元で、今夜から私たちは三人になるんだよ、坊やと言った。仲間は、三島の代表作ではないため、本格的な研究はあまりないが、謎めいた幻想小説として、 一般的に高く評価されており、中には、三島作品のベストワンと評価する作家もいるなど、慎長、偏愛される傾向のある作品となっている。開顧剣が選んだアンソロジー集の中では、芸術と思想に忠実に生きた著者の、美しく怪しい幻想小説と紹介されている。なお、三島自身は、仲間のテーマを、化け物の衣類と記している。渋沢達彦は、不死ずれは、 死の仲間なのかと伏しつつ、物語にどんな偶意を読むのかは読者の自由だとし、三島由紀夫がこれほど無造作なスタイルで書き流したことは珍しく、その意味でもこれは珍重するに足る作品であろうと解説している。村松剛氏は三島の短編、荒野よりを論じた後、同じく仲間や時計の主人公についても孤独な荒野に住んでいるとし、 高の短編を想起させる幻想的な仲間は、白明の世界が、明晰な何気ない文体で語られていると評している。そして、何気ない語り口から読者が見過ごしてしまいがちな、お父さんが部屋を上下に自由に歩いたり、高いタンスの上に腰掛けられるという、期待さに、村松は、触れ、父親が、教会の鐘の音を嫌うことが三度も書かれている。天などから、不死が、 大小の悪魔か、悪魔ではないまでも、冥界の存在だと考えられるとし、また、僕の街灯が2ヶ月経っても濡れたままであることから、つまりここでは時間の流れが停止しているとして、仲間になった、あの人と絡めながら、以下のように考察している。悪魔に生活も時間も譲り渡すことによって、孤独な紳士は、市民社会を捨てて、彼らの仲間となる他に、道がないところに追い込まれる。 仲間は、荒野よりよりも9ヶ月前に執筆された。発表は、戯曲、佐渡公爵夫人の完成に続いていて、悪魔に十字を切った男佐渡公爵の面影が、ここには何ほどか投影されているだろう。シュールレアリスム的なこういう作品は、三島市には他になく、小編ながら忘れがたい輝きを放っている。村松剛、解説、長谷川泉は、仲間を、 幻想と幻覚に満ちた作品として、子供の観念が現実を阻害して、あの人の家を自己の家として構想するという見解を持ち、僕にとっては、タバコが現実と幻想との媒介である。そして先をもてなされる父が、あの人と僕との媒介になっている。メルヘン的なタッチの作品であると評している。高橋六夫は、仲間を童話スタイルとし、主人公の親子を、 化け物の親子と呼んで、およそおどろおどろしいところが、微塵もなく、しかも一読、背筋に、寒さを覚えさせる、点、商品ながら見事な出来という他ないと評している。安ずままは、末尾で、父親が言う、今夜から私たちは三人になるんだよ。坊やという言葉の示唆する意味は、様々な解釈を誘発することで名高いと解説し、その最後の言葉の真相には、 異界より大人う者の,の影は色濃いと評している。また、作中では、吸血鬼という言葉は使用されてはいないが、化け物不死の不可解な挙動を解く、鍵語として、吸血鬼を当てはめてみるのも興味深い試みだとして、東は以下のように考察している。眠らないはずの父親がよく眠れるための家を探しているのはなぜなのか。節揃って街頭を身にまとっているのは、 鐘の音に神経質なのは、唐突とも思える結合の暗示するものは、わずかな枚数のうちに、各人格用の吸血鬼妄想を許容する、懐の深さを示し得た作者の手腕はさすがというほか、ありません。あずまさお、解説、三島由紀夫仲間、武田秀雄は、ロンドンの優秀のイメージを背景にして、人間嫌い、鋭い悲哀、無秩序、虚無、 変容への変愛や同型が描かれている都市、湿った街灯をまとった人物イメージは孤独な自我の姿を象徴し、虚無と倦体と孤独を増すタバコの匂いの中で分裂した自我が優しく影のように寄り添う幻想の世界が展開されていると考察している。森内敏夫は仲間を三島作品のベストワンだとし、以下のように高評価している。モーツァルトは、 グレゴリウス聖歌たった一曲と自分の全集を交換してもよいと断言しました。三島由紀夫の全生涯の文様とこのわずか十枚足らずの短編についても同じことが言えると思います。三島が剣をした太宰治に駆け込み訴え、死が愛した坂口安吾に桜の森の満開の蚊があるように仲間は白鳥の歌です。ワイルドの 幸福な王子に匹敵する傑作です。森内敏夫、アンケート、三島幸夫と私加藤のりは、雑誌の書出掲載で読んだ時に、つくづく、三島というのは天才かもしれないと思った作品が、仲間だとして、その時に、雑誌からこの作品のページを引きちぎって、ポケットに入れ、雪降る東北の街の中、何日も持ち歩いて読み返したと10回しながら、仲間を、 三島作品のベストワンに選んでいる。加藤はこの作品から、三島が人工的な文体とは違う、自然な、資質的な文体の持ち主であることも垣間見えるとし、私は端的にこういう文体と雰囲気の小説が好きだが、三島はそういうものをほとんど書くことがなかった。多分、簡単すぎたのだろうかと考察している。ありがとうございます。